ピン留め効果とマイスナー効果によって宙に浮かぶ磁石。ピン留め効果とは、磁束が第2種超電導体の内部にある歪みや、不純物などの常電導部分に捉えられ、ピンで止めたように動かなくなる現象。第2種超電導体において、外部磁場が臨界磁場 HC1 と HC2 の間にある時に起こる。磁束を完全に排除する第1種超電導体には見られない現象である。 量子化持続が内部に侵入している第二種超電動体に電流を流す場合を考える。この時、電流によるローレンツ力のため、量子化持続が電流に対して垂直方向に力を受ける。この力を受けて量子化持続が超電動体内部を移動すると、誘導起電力が発生し、超電動体であるにもかかわらず電気抵抗が発生してしまう。 バルクの超電導体に重流視線を照射したり、不純物を導入したりすることで、わざと血管を作り、この血管に量子化時速をトラップすることにより、誘導機電力による電気抵抗の発生を防ぐことができる。また、超電導白膜においては、リソグラフィとエッチングによって、三角格子状の穴を無数に開けることでロスを回避する手法がある。常電導体である、 低移温度以上の第二種超伝導体に磁場をかけておき、内部に磁場を侵入させておく。その状態で超伝導に転移させると、歪みや不純物には、磁束が侵入したままになる。あるいは、外力によって、超伝導状態の第二種超伝導体を磁石に近づけて、磁石の磁束を超伝導体内部に押し込み、磁束を侵入させる。超伝導体部分では、 マイスナー効果により磁場は排除され、侵入している磁束はピン止め効果によって一定位置に拘束される。この時、磁束量子同士はマックスウェルの応力により退け合い、血管など他の器用がなければ三角格子上に整列する。その後再び大きな外力の加えられるまでは、超電導体に拘束された磁束によって、磁石と超電導体の間の距離が、 一定範囲に保たれる。ピント目効果、磁束線の外略図超電導体の上に磁石が浮上、または磁石の上に超電導体が浮上して静止している現象は、しばしばその原理が、マイスナー効果による磁束を退りける力だけであると誤解されることがある。マイスナー効果だけでは、同極同士の磁石を近づけた時のように安定はせず、ピント目効果だけでは、 超伝導体と磁石がひっついているという状態もあり得る。正しくは時速をしりぞけるマイスナー効果により浮上し、ピント目効果による支持力により静止できるである。クアンタムレビテーションテルアビブ大学によるデモンストレーション。ありがとうございます。